エンジョイパチンコライフ。ピンボッ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。本日は東京都江東区、都営新宿線、あと大江戸線ですね、森下駅からめっちゃ近いパーラー朝日森下店さんに来てますということで、こちらのお店、平天くんは初来店、マーサは来たことあるらしい、またマーサが先だよね、ということでね、なんで俺先呼んでくんないのっていうことで、じゃあ早速、あ、ちなみにマーサ勝ったの？マーサ負けてる、じゃあ俺が勝っちゃおうかなということで、早速行ってみたいと思います。入店やってきました、パーラー朝日森下店さん。それでは早速店内で試しに行きましょう。1階がパチンコフロアで2階が、スロットフロアということで見ていきましょう。おお、40、いいね、40ゲームいいね。さあ転生のショーすごいね過去最高152回だってあーすごいね、121、129、138だって、まあ過去最高だけど、あーでもあの台すごいな、何枚出てんの、うわー6999枚、すげえ、お仕事帰りに出しちゃったんだろうね、すごいね、お仕事帰りに7000枚ですよ。さあマジハロー方もありますね、残念ながら満台でございます。さあエウレカ72、こちらのお客さん液晶3383枚。さあクランキーどうだ、合成だね、ちょっと悪いね、196分の1、ちょっと悪いな。さあ頑固一徹、ああ246分の1ちょっと悪いね、となるとジャグラーになっちゃうのかな、ただねジャグラーの角がすごいいいです困ったことに、困ったよ、148分の1まあまだこれの方がいいかな、お23の16、145分の1かなこれ、まだ結構時間だよね、久々に AKB でも打っちゃおうかな、たまに打っちゃうかね、ジャグラーばっかだとちょっとこれ打ってみてやばそうだなと思った残りの時間、ジャグラーで、まあ、その頃になったらねちょっと強めの台あるかもしれないんで、まずはこいつで、こいつで行ってみたいと思います、えいえい、はい、ということでね、まだね15分ぐらいあるんでね、ちょっと様子見てダメだったらジャグラー、本当はね、ぶっちゃけね、あの頑固一徹がね、狙いだったんだけどじゃあ行ってみたいと思います。お座りパッチャースなんでーい、あー、眉推しですね、あれでもいいよ、自力でも、リブレーか、ベルが良かったそれからどーし、お、2、3いかないの、お、ジュリーだね、はい、お、まだ、もっと、もっといけ、熱い、おしまいします、おおベル揃えてなくなっちゃうじゃん、いない、残念、おチャンス目そこそこいろいろ引けてるよ、おお1万人突破、いい感じ、どういう風にいい感じなのかな、スタンバイモードにいい感じなのかな、それともチャンス目でいい感じなのかな、全然ソロワンリプレイ、おっ、おい、なくなっちゃうんですけど、あー弱いな、あー残念、おっ、よしこれで
おしめジャス。そしてコインがない追加投資。よし、行きましょう。頼むぞ。おしめジャス。おい、ベルが揃わないんですよ、さっきから。おい、あ、チャンスか。なんでそっち。ジャックですね。どうせだったら今日だったらよかったのにな。ほんとベル出ねえ。やっと出たよ。うわいちくしょう。よし、うわいおお、いいね、いいね。はい、あ、ダメだった。なんで残念。隠し大ニュース、大ニュースだったよ。あー、またやっちゃった。あー、リプレイさん、ってことはこれ外れてあれだね。ベースね、何倍モード。あお、ベルそのまま好きだろお前。追加倒し。おお、緑。ああ、ダメダメ。あ、よかった。はい。だねいや生産しました。ダメなんだよな。だからやっぱね、打っちゃいけねえんだよ。ジャグラーでいいだよ、間かな。ジャグラーからで行こうか、せっかくなんでね。どうせだったら新しい方で行こう。手持ちで行っちゃう。はい、2代目、北谷さんの、ジャグラーガールズね。ビッグ引かないと勝てないよ。じゃあ行ってみたいと思います。おさわり一発チャンス。ダメだね、これは引かんないね。これ一応ね、200枚目の、持ち玉で移動してるんで、まだ200枚目。できればこの持ち玉で光ってほしい。よい、残念、追加投資250枚目。やばい、残り4分ぐらい。本当ね、昔ね、この企画をやり始めた頃、まあ、まだね、4号機があった頃だったんですけど、まあ、ちょうどね、半分4号機、半分5号機ぐらいの時に始まって、まあね、初代の、アイムジャグラー EX が出て、ジャグラー打った方が勝てるよ、まあ、すごい言われたんですけど、ジャグラーをね、散々打ったけどね、全然当たんなくて。もうね、ジャグラが嫌いになるぐらい当たらなかった。まあ嫌いではないですけど、今でもね、そんぐらい今当たんない。たまにね、この間にペカとかしたけど、まあ、バケばっかでね。でもね、バケばっかでもまだいい。ほんとここ数ヶ月で一気に収支が下がったのは、もう光らないっていうね。あー、これ無理だ。はい、残念、追加投資300枚目。すぐ引かればまあいいけど、ギリギリだとプラマイほとんどないぐらい。まあ AKB の負けをフォローできるかっていう勝負ですね。300枚目、粘る、光ってくれ。えい、残念、1分ある、行こう。もうこっからは、負けを少なくなる、負け額を少なくする勝負。負け格でございます。たまにね、ツイッターで俺は閉店くん成功したぜみたいなね、ツイッター投稿とかありますけどね。そん本当に羨ましい。あれ、ああ、終わっちゃった。危ねえ、危ねえ。
最悪の展開ですね。まあしょうがない、ギリギリまで頑張った。そろっちまえ、残念ぶねぶねはい、ということで大きく負けを増やしてしまいました。はい、それでは早速使い切れなかったコイン出したいと思います。えいえい、3枚だ、24枚。はい、今回の結果24枚、ぶね。はい、実戦終了、実戦終了ということで、今回こちら、パーラ朝日森下店さんで実践した機種はまず最初に、AKB48、 その後に、ジャグラーガールズ、全部で投資枚数が350枚の、使い切れなかったコインが24枚ということでマイナス326枚ですね。胸大きくねマイナスにしてしまいましたということで、ね、皆さんね真似しちゃダメですよっていうことをねお伝えできたと思います。もう AKB は打ちませんね。やっぱね、あでもな、わかんねえな、もうねいい台ねジャグラー座ってもね引けないから、だったらねゲーム数管理のね一か八か、それにかけたんですけどね、まあそれの読みが外れたということで、まあ、そこそこ引けたけどね、スイカとかキョウチェリーとか、チャンス目とかね、一回おしめチャンス行ったんですけどベルが引けなくてダメでしたけどね。まあしょうがない、こういう結果もありますということで、ぜひね引き続き応援の方よろしくもしたくないってお願いしますということで、今回撮影に協力していただいた、こちら、パーラ朝日森下店参戦でもちょっとだけ、なんと、東京都渋谷区にですね、幡ヶ谷駅めっちゃ近くに幡ヶ谷店がねグランドオープン、12月末にグランドオープンするということで、ぜひねお近くの方、まあね東京なんでね結構ね、便のいいね、確か京王線かな、うん、しかもね幡ヶ谷駅直結らしいんでね、ぜひね来ていただきたいと思います。まあそっちの情報ですね、あの P ワールドとか、調べていただければ多分ねそのうち出てくると思うんでね、ぜひねチェックしていただきたいと思います。なんでも入場優先入場券が、14日に12月の14日に配られるということなんでね、ぜひねお店に行って優先入場券ゲットしてね、グランドオープンに行ってガッポガッポね出していただきたいと思います。あとですね、その年末に、グランドオープンする、パーラ朝日幡ヶ谷店さんに、2014年1月の12日にね私閉店くんが閉店くんの撮影でねお邪魔するんでね、お近くの方はねぜひ来ていただきたいと思います。あとですね12月の寝台がですね、パーラ朝日森下さんの寝台こんな感じにね12月入りますんでね、詳しい詳細は P ワールドまたはメルカリになって情報をゲットして、こちらバーラ朝日森下店さんへ来ちゃってください。今回僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。